では、SX280 の、撮影テストを行いたいと思います。まずは、現在座っている状態ですね。で、回転する椅子の上に座っております。ですので、横移動はスムーズな形で回転しております。逆光の補正、今が、プログラムのところでの設定になっておりますので、動画でも多分オートで、補正をしてくれるんじゃないかというふうに思っておりますが、こちら、レンズ側には画面が向きませんので、現在は確認できていないような状況です。今歩っております。どうでしょう、手ブレ補正が行われているといいなと思うんですが、若干やはり手の振動が大きいので、歩行している時の振動の補正をしてもなかなか動くんじゃないかなという気がしております。実際にお店で触った段階で止まっている状態では手の揺れ程度でしたら全く気にならなかったのですが、実際に動いてみて撮るのは今回は初めてということになります。いかがでしたでしょうか。巡光もちょっと撮っておきましょうか。ちょっと家の中が汚いので、あまり周りを映すのはあれなんですが、ちょっとぐらいだったらいいですかね。ズームの感じも結構スムーズに倍率が上がってきます。現在が24倍ぐらいですね。15倍、結構ちょっと下がっただけで倍率はどんどん下がっていきます。でこれが1倍の、25ミリ換算の、角化となっております。椅子の上で、撮ってる分には手ブレが大きく出ることはないようですね。持ち替えとかもしても、多少は動きますが、大きなブレというのは出ないですね。やはり、五軸手ブレ補正がよく効いているんだなというふうに思います。逆光もきちんと補正されますね。顔が映ってた場合に、その、逆光になった場合真っ暗になってしまうというところがちょっとこれも映像を見る限りは予想されますが、どうでしょうか。後で映像はチェックしたいと思います。うちの嫁さんが好きなリアクマですね。で子どもたちの本当に結構ズームをしても映像が綺麗なようですね。これが最大の80倍になります。やはり、画面を通してもノイズが乗ってるのが多少わかりますね。光学の最大の20倍あたりになります。これが日本列島ですね。結構大きめな地図なので、ちょっと離れたところからでも倍率を上げれば読めるかなというところです。20倍での手ブレ補正効いてるんですが、少し動かすと遅れて映像がついてくるようなところで補正されるというような印象を受けます。で止めるとそこに、行き過ぎて戻るというようにちょっと感じられますが、大きな問題はないと思います。これで動いている子どもたちを撮った時にどうなるかっていうのがちょっと楽しみではあるんですが、運動会とか、撮っていってみたいなと思います。以上素人レビューですが、こんな感じで使えるかなと思います。失礼します。